ピッピピー。さてさてさて、分け知り顔の水星の魔導士さん、私たちは具体的に何をすればよいのでしょう。っていうか知ってること教えてほしい。うん、僕にもよくわからないことが多いんだけど、少し前からずっと怪しい視線を感じるようになったんだ。それを調べていくうちに、どうやら世界に混乱をもたらそうとしている人物がいるってことが分かってきてね。マールのことか。あの子は何なんだ。ある人は彼女のことを時空のバグって呼んでた。時空のバグ。ビビッビー。ぷよぷよの世界とテトリスの世界を混ぜて、みんなを勝負させて力を蓄えて、やがてもっと大きな混乱をもたらそうとしている。それを一人で調べたのか。すごいな。さすがに一人じゃないよ。それに今言ったことの一部は僕の予想だよ。外れてるかもしれない。それに僕が調べていることもバレてるみたいで、その女の子は僕の前に現れてくれないんだよ。そうなのか。でもリンゴ、ティ、彼女はなぜか君たちに特に執着しているみたいだ。そうなのか。だから君たちのそばにいれば、そのマールって子に会えるかなと思って。なるほどなるほど。ヘイヘイヘイ、そこのユーたち、暗い顔してどうしたんで。うわ、いきなり生足魚マン出た。詳しいことは置いといて、レッツダンシング、勝負勝負勝負なんだぜ。なんだかよくわからねえが、とにかく楽しく勝負するんだぜ。あ、つまり影響されると彼のようになっちゃうんだよ。盲目的に勝負を仕掛けてくる。ふわー、わかりやすい。直す方法は。これも僕の考えだけど、事情をわかってる人との勝負かな。ノリノリダンシング、そこの丸い黄色、ピピ、俺様と踊ろうじゃねえか。ビビビ、レッツホップステップ、ダンシング勝負だぜ。
バボン。リブーター、ステッピー。
いや、俺様は今まで何を。とにかく勝負をひたすら繰り返さなきゃならねえ。そんなモヤモヤがすっきりしたぜ。よかった、合っていたみたいだね。影響されたってことは時空のバグ子さんにも合ってるってことかな。ねえ、踊る魚の人。俺様のことかい。怪しげに笑う知らない女子と会ったりしませんでした？おお、なぜそれを。どっちに行ったんだ、教えてくれ。ああ、森の奥の方に歩いてった気がするぜ。ありがとう。よっしゃ、とりあえず追いかけてみましょう。そうだね。ピッピッピー。事情は知らねえが頑張れよ。なんかあったら俺様が力になってやるからな。いざ参ります。どうしたんだリンゴ、何か気になるのか。気になってることがあるというより、気にならないところを探す方が難しいのですが。まあそりゃそうか、俺もそうだしな。ピピピ。大体のことは少女を追いかけて本人の口から聞くとして、なんで T と私なのかな。君と俺、事の始まりが私たちだったので X も多分何か分かってて引き合わせたと思うんですよ。そうだな。ガオー！あ、なんだ。今日という今日こそ決着をつけるわよ。このドラゴケンタウロスこそ最強の美少女だって証明するぞ。すみません、人違いです。ガッピーン。さっきぷよ勝負してそうな音がしたからアルルだと思って駆けつけてきたのに。それじゃあこれで。ガオン、待て。この際もう誰でもいいぞ。私はぷよ勝負したくてしたくてたまらないんだ。これは。ああ、そうみたいだね。影響されている。そういうことなら見過ごせません。テンション高めのしっぽはえこさん。私のことお相手いたします。いざ尋常に勝負。溶けた。
た。溶けた。さあ、溶けた。溶けた。さあ。溶けた。気分はいかがですか？あ、そういえばなんか心が軽くなった気がするぞ。それは何よりです。うまくいったみたいだな。ピッピピー。そして質問なのですが、見覚えのない怪しげな少女を見かけませんでしたか？おっかない感じで笑う女の子で会ってる？それそれそれです。それならもっと奥の方へ行ったと思うよ。ご協力どうもありがとうございます。よし急ごう。ピピピピ。うん、なんだかよくわかんないけど頑張ってね。私の協力が必要な時は気分をすっきりさせてくれたお礼くらいはするからさ。Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.